すごい人だ。はい、着きました。あ、時間。久しぶりの大阪だ。この市内の。別にここは初めてぐらいの。初めてな。なんかもうさ、駅降りた瞬間汚いもん。汚いって言ったらあかんけど、ちょっとなんか安心するよね。大阪のディープな街を回っていこうということで、はい、西成にやってきました。大阪といえばよ。そう、私たち自体も初めてで、うん、大阪その前も言ってたけど住んでたけど、ここに足を踏み入れることはなかった。電車降りることなく通過してたもんね。そうで、今日ね、今早速新今宮駅に降りてきたんですよ。環状線、早速洗礼を受けた感じの雰囲気があって来たんだなと。おっちゃん寝てたな。うん、おっちゃん寝てた。面白い。仕事かもな。座ってはるんよ。これが大阪の雰囲気だなと思いつつ、今日はちょっとまあ、その中でも結構ホルモンとか焼き鳥とかが栄えてるっていうのも聞いてたので、ちょっと今日爆食いをするような一日にしたいなと思っておりますので、行ってきまーす。髪の毛切りました。パンパンチライフ。ホルモン第1弾が到着しました。やったー、美味しそう。他の店より見てるから。これめっちゃ美味しそうやな。めっちゃ美味しい。やばいな。グリーンやし。ホルモン。これやばいな。途中から見たらわかる。ホルモン求めなくてなんだ。これ食べちゃうと。これやば。ブルブル。おいしい。すごいよね。よかったね、ここ。めちゃめちゃうまい。今日はでも、お前プライベートのペース落としてます。ありがとうございます。竹雄くん。竹雄くん。めっちゃ美味しそう。ありがとうございます。竹雄くん美味しそう。チー竹雄が来ました。竹雄くん。チーズとチー竹の。で、そう。チー竹雄。美味しそう。私たちの念願の西成ホルモンレディゴーに行ってきました。
結構私たちが付き合ってる時からね、ジョーブログ見てたんだよね、二、はいはい、人で。だからちょっと憧れてて、やっと行けた。おっちゃんとそのね、男の子、うん、店員さんがめっちゃ優しくて面白くて、なんか大阪来たって感じがすごいあるくらい楽しく接客してくださって、うん、ね、本当は多分撮影禁止なんだよね、撮影しないでくださいって書いてたんだけど、そう、でもおっちゃんがね、うん、あの他の人が写らんかったらいいよって言ってくださって、はい、なので今回撮らせていただきました。ありがとうございます、ね、ありがとうございました、ごちそうさまでした。ほんなら次は、ほんなら多分大行列であろう山木に行きたいんですけど、多分結構並ぶので頑張ります。行ってきます。三角公園に来て、今あの山木に行ってきたんですけど、買ってきてちょっとお店だと、ね、撮影できなかったんで外で食べようかなと思うんですけど、もう目の前にはいっぱい楽しそうにしてます。憎まれてもいいから近づいてくださいこっちが肝、こっちがホルモン、ホルモン、うん、いただきます。いただきます。やばい肝、あのなんとかいうブリッジ、つまみに1本くれ、1本申し訳ない、いただきます。どうぞ。おいしい、美味しいな、これ大金持ちやからな、カレーがめっちゃ美味しい。俺がそうするからあんたもやる。あんたがセラシーからあんたが待ってない、待ってない、待ってない。上野初の夜行列車降りたかったら、うまいし、うまい、めっちゃうまいし、青森駅は雪の中、北へ帰る人の群れは誰も無口で、うまいな、凍えそうなカモメに拳が泣いていました。あんあん津軽海峡冬景色、なかった、気持ちよくなってる、気持ちよくなっちゃった、ね、ってくれた、お上手でした、お上手でした、上手、上手ですよ、めっちゃうまかった、カラオケ、カラオケ、カラオケや、そうなんだ、カラオケさん、カラオケさん、わからん、わからん、わからん、始まった、なんか始まった、カラオケさん、カラオケさん。ありがとうございました。行くかご飯。行くか。また。よし。楽しみ。また遊びます。また会いましょう、ね。また会いましょう。パンパンチライフ。She does her own thing, like I don't give a damn girl, and my God, she owns it.早速ウインナージャガー、いやーめっちゃ美味しそう、しかもこれ刑務所飯みたいで、実際にリアルにあった刑務所が真後ろにあるんですけど、そう、ウインナー行っちゃっていいですか、うん、ブリンブリンじゃない、これなんかすごい美味しい、ウインナージャガー熱々やし、あったまる、うん、おいしい、刑務所の隣で刑務所飯食べる、すごいなセンスありすぎるよねもう真後ろが警察なんよな一番安心安全なお店や、ね、大阪ってカスうどんがあって、うん、なかなかカスうどんじゃないから、うん、ずっと食べたかったけどなかなかお店行けなくて、うん、やっと出会える、めっちゃ楽しみ。カスうどんも来ました。これがなカスなんよね、めっちゃ美味しそう、大阪でしか見ないうどんだから、うん、嬉しい、美味しそう、
だいぶ冷えてきたからさ。ね、寒くなってきたからね。いただきます。うまい。おいしい。そう、うんうんうん、おいしい。なんかおうどんもおいしいんだけどさ、後ろの自販機がさ、これ全部さ50円、90円とか。すごいよね。優しすぎる。優しすぎるよな、庶民の味方、うん、でもこのいちごミルクは100円、はい、最強。最強。あ、めっちゃさ美味しいしな。だからすごいいいよな。うん。いっぱい回ったんですけど、うん、西成は満喫しました。いや楽しいんだな。すごい優しい人ばっかりだし、うんうん、お店に行ったらみんな話しかけてくれるし、な、どこのお店も話しかけてくれた。からすっごい楽しかったよね。あったかいです。なんか人の温かさを感じれる街でした。うん、だからね、なんか苦手意識を持っていくよりうんうん、うん、結構楽しみに行った方が、いや、めっちゃ楽しいな、うん、いいと思います。今から車中泊をしにまた戻るので、はい、頑張って帰りたいと思います、はい、ご安全に、まあ、電車ですけど、はい、はい、やり過ごさないように。行ってきます、はい、できます。大阪を一番楽しんだかも。あれが大阪ですよ。本当の。ちょっとビビってたんだよ、西成って、うん、地域性的に、うん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 、そしたらさ、案の定さ、いろんな人が登場してきてスペシャルゲストたちが。いやもうなんか山木に並んでる時が、うん、あ、すごいカメラ回してなかったけど演出されてんのかなってくらい。そう、店のパフォーマンスなんかなって。そうそう、なんか並んでるから40分ぐらい、それを楽しませるためにわざとああやってエンターテインメントとして話しかけたり、うん、お笑いしたりしてるのかなって思っちゃうくらい、みんな楽しませてくれるおじいちゃんたちがいて、そう登場してて、そう、あれびっくりしたよな。え、これお金もらってんのかなって思ってしまうぐらいなんか西成っぽさを演出してくれてる。でもあれ多分リアルなんやな。あれがリアルなんだと思う。すごいな、ちゃんとなんか YouTube とか見てた人がいるもんな。そあそこの空気感だからこそ許せる、うん、許せるというか、あの怖くなく楽しんでお話ができるかなっていうところはあったよね、うん、三角公園でもな。三角公園は登場していただいて、ひろちゃんがお手洗いに行った瞬間に新しい新キャラのおじいちゃんが登場して、あの人は登場してもらったもんな、動画にも。で、私もさ、ひろちゃんがトイレ行ってるからさ、一人だったやん、うん、だからちょっと急に話しかけられてちょっと怖くてなんか急に指パッチンされて、あれ磨けた時ちょっと行こうか迷って、もうちょっと絡ませようかな。やだ、なんで。めっちゃ面白かったからさ、あ、絡まれとるよと思って、こうやって座ってるやん、私が。いきなり、なんか、えってなって、はぁって、頑張って、なんかちょっと、リアクションも弱々しくしてたんだけど、とか言ってやんでくるから、なんか、鳴ってるか鳴ってないかの絶妙な音だよね。なってない、なってない、なってない。で、やってきて、で、すごいなんか、いっぱい披露してくるから、なんか、お上手ですねっていうところから入ったら、なんかすごい楽しくお話ししてくださって、最後に歌まで歌ってくれた。歌歌ってくれたら、やるよって言ってたのに。そう。やってくれなくて一切これは。最終一緒に歌ってたから。そう。最後一人で歌ってたからね、うん。でもなんかそういう、なんか楽しい、その地域性をリアルに見せてくださったり、
あとはまあ実際そうやって話しかけてくれるからあったかいんだなって思ったよね、うんうん、地域性が高い、距離感がすごい近いよね、うん、いい意味で。だからそこはなんかすごい、なんて言うんだろう、なんか変な人っていうよりかはシンプルに人が好きなんだろうなとか、うん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 、っていうのを人と絡むのが好きだよなって、うん、感じれたから、なんか本当に大阪を感じたい、うん、でまあご飯も含めてね、うんうんうん、ってなったら難波とか梅田ももちろんいいと思うんですけど、なんか西成って、いやでも今徐々にだいぶ人気で、うん、実際人すごかったもんな、めちゃくちゃすごかったです、うん、だからねそこはいいよね、うん、本当に西成って観光地になったんだなってテーマパークやな、ね、テーマパークちょっとあのホラーナイトに近い感覚そっち系に、いやでも楽しい、うん、楽しいって感じで、すごい素敵な街だったね、よかった、楽しかった、唯一なんか大阪で本当に行きたいけど行ったことがないみたいな場所だったんで、日本一周して初めての感覚になったな、うん、初めての感覚あの街の人が絡んでくるっていう、そう刺激が多くてあったから新鮮やったな、めちゃくちゃ楽しかった、うん、ぜひちょっとまた行きたい、うん行きたい、あそこはね、ちょっとでも西成で寝るのは怖いなと思って確かにやめました、車中泊はさすがに、はい、なので今日はコインパーキングでね、はいはいはい、京橋の方まで戻ってきました、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます、また見てねいつもと違う感じ、すぐに第2弾がやってまいりました、ええ、これややばない、これや昔ながらの、まあ、おばあちゃんじゃないけど、うん、まあ、こう床の間があって、あ、本当だ、ちゃんとある、そう、お金をなくしてお金より大切なもの気づけ